引き続き、えー、西の上落画像パート2ということでいきたいと思います。えっ、ー、と、パート、あ、これを最初に見た人は、パート1、その位置を見てから、こっちの方を見ていただいた方がいいかなと思っております。えーね、ね、えー、西の上落画像ということでね、えー、人類の最も望むものは、上落画像ですよと、ね、永遠に楽しく、えー、自分の思う通りに、 あ、この情が。ごめんなさい。こう情が違ってましたね。これですな。こうですね。こっちもそうですね。ね、こう。失礼しました。うんえー、人間が最も望むものは情、楽が情ね。永遠に楽しく。 自分の思う通りにね、えぇ、清らかに生きていきたい。でも、それを手に入れることは無理ですよね。ところが、実は我々自身が持っているものは上落画上ですよと。この矛盾している言葉を書いてありますと。このね、この人生の目的にはね。でね、これはその本の中、その本の 中でですね。この本の中で。これは、一度体験してみないとわからないって書いてあるんですよ。この、実は我々自身が持っている、情、楽、画情これは、一度体験してみないとわからない。ということなんです。で、この体験ね。体験。 体験っていうのは、えー、よくありますよね。えっ、ー、と、縄文時代を体験しようということでね。縄文時代を体験しようということで、火起こしをこうしたいね。えー、ね、えー、なんだ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、縦穴式の穴の中に入ってみたりね。こうね、座ってみたりね。えー、櫓の上に登ってみたいね。縄文時代を体験しましょうってありますよね。えー、一回、これは一回ね、体験、一回こう、なんかな。 えっと、うん、そういうことにちょっと触れてみないと分からないということなんですよね。この体験っていうのは、縄文時代体験と同じように、えー、どっぷりそれ自体にね、ハマってしまわなくても一応体験は体験なんですよ。縄文時代体験といっても、縄文人になりきれるわけじゃないですよね。縄文人ではありません、私たち。 縄文時代、縄文時代の体験をしようっていうのは、え若干触れてみよう。ね。えー、ね。えー、っと、まあ、遊びに行って、ね。縄文時代はどんなだったんだろう、ということで体験する。まあ、え仮免許みたいなもんですよね。ちょっと一回、一回ちょっとね、触れてみよう。みたいなやつも体験なんですよ。ね。で、この体験を、この体験をしてもらいたいなっていうのが、 明日のね、朝7時から行う、えー、立たつんだジなんですよね。たつんだジで、えーねえーえーえー、例えばこの、この方は、えー、前僧ね、えー、前の、えー、お匠さんですから、座禅でもってこの体験ができますよということで進めてあるんですよね。で、アミリンの場合は、座禅よりももっと楽な方法を、ね、た、立つ、ね、立つ。 ことによって、この体験ができますよ、と。アミリンも毎朝この体験をしてますよ、とね。え、決して、あの、何回も言いますけども、アミリンは、このね、立つこと、立つんだ情をすることによってね、仏様になっているわけじゃありません。仏陀になっているわけではありません。え、えー、仏様の体験をしている。縄文時代の体験。 をしているのと同じで、<coughs> 仏様になっているわけじゃありません。慣れてませんが、えー、仏様、ブッダの、まあえー、少し触れてるみたいな感じ。少しタッチしている。あ、こんなものなのかもしれないなみたいな感じです。ね、これを、もう、私だけがこうね、味わって、 ああいい気持ちだなあ、これはいいやって思ってるものを皆さんにもシェアしたいなというのがあー明日の朝日の朝、ね、これねえー、とまあここにもちょっと書いてありますけどもね、えー、この「実は我々自身がこの上落画像を持ってるんですよ実は」というのは、えーね、このアミリンのねアミリンワードでいつも出てくるね、えー 人間アミリンの姿姿立ち,立ち姿ですねで、えー、アミリンの本質本体は、えーね、正体は、ね、光の波ですよっていうことでいつも言いますけどもその光の波の中体の中での中継所は丹田腸腸脳ですよっていうことで言いますけども、ねえー、アミリンの本体は光光だとすると、ね、光っていうのはね消えないんですよね光は永遠に光のままです。 光はなくなりません。ということで永遠です。ね。えー、楽。楽。苦痛っていうのはありません。光、光に、光は、光本体のとって苦痛とか、ね、苦労っていうのはありません。ただ単に、ただ単に波にな、波となって宇宙の中を流れているだけです。ですから苦労というものはありません。ね。で、が、 え光。ね。私は光だよというのは、あのー、光のままで宇宙の中を漂うすることができるんですよ。ね。光が電子になったり、陽子になったりすることはありません。光は光のままでずっと永遠に宇宙の中を、ね、動くことができるんですよ。ね。で、上清い。 ということでね、えー、っとね、えー、光がね、光、光が汚されるってことはないんですよね。えー、光がね、えー、ウイルスに侵されるとかね、えー、光がね、泥をかぶるってことはないんですよ。光は光のままでずっと綺麗なままで宇宙の中を漂っていれるということで、えー、アミリンの本体である光の波、光というのは、実は、 上落画像であって、実は、アミリン自身が持っているものですよ、と。ね。ここの丹田を通してアミリン自身が持っているのが、上落画像ですよ、ということなんですよね。で、これは実は我々自身、アミリンが持ってるんだけども、体験してみないとアミリンもわ、分かりませんでした、と。 今までね、57年生きてきて、わかりませんでした。ようやくこうね、ええー、ね、座禅をした時期もありました。座禅をした時期もありました。でも最近は、こうね、立つこと、ね、立つことによってね、この、えー、仏様の体験の片輪に触れることができてますよ、ということなんです。この体験、ね、 体験っていうのがこうね、えっ、ー、と、立つんだ上のちょっとキーワードになっておりますね。えー、ほ、えー、仏様や、仏様や、ブッダやね、神様になれるわけじゃないんだけども、その仏様、神様のね、えっ、ー、と、の一端に触れる。あ、もしかしたらこういうことなのかなーっていうのが体験。で、この体験を私と一緒にね、 えー、味わえればいいかなって思っております。ということで、ちょっと分かりにくかったかなえー、今回はもう感情を間違えておりまして、すみません。あのー、ではあまあ、ハワーグテイバイバイ